なんかこの動画的には懐かしい人が目の前にいるような気がするぜ。そうね、だいたい5年ぶりくらいかしらね。しかしなぜにパチュリー。高魔感が疲れからか不幸にも黒塗りの高級車に追突してしまって車の主が言い渡した示談の条件が今回の解説やれっていうことなのよ。それ逆に高魔感が車に追突されてね。というのは冗談で実際はウプ主が動画に変化つけたかっただけなのよね。それで今回は何を解説するんだぜ。今回は変わった学名の古生物の解説をやっていくわよ。変わったってどんな風に変わっているんだぜ。そうね、じゃあまずは軽いジャブとしてこんな古生物を紹介するわね。それがこの、エウブロンテス、伸びたいよ。伸びたい。ってこと？違う、そうじゃない。このエウブロンテス伸びたいが何なのかというと、これは足跡化石に付けられた名前なのよ。足跡化石にも名前ってつくんだな。例えば昔の恐竜図鑑にはブレディパロプスという竜脚類が載ってたけど、あれも足跡化石を元に命名された種なのよね。そうなのか。このシリーズで紹介したことのあるやつでは、恐竜の先祖に近いとされる、恐竜系類のプロロトダクテルスも足跡化石から命名された種だったわね。結構そういうのもいるんだな。エウブロンテスに話を戻すけど、この化石は2020年に、中国の四川省で発見された足跡で、足裏の長さは約30センチ、足跡の主は全長約4メートルほどの、肉食恐竜だとされたわ。ちなみに時代は約1億2500万年前の白亜紀前期だとされているわ。それとエウブロンテスという名前自体は、もともとはアメリカのコネチカット州で発見された、ジュラ紀の肉食恐竜の足跡に付けられた学名なのよね。時代も地域も違うのに同じ名前を付けてもいいのぜ。まあ骨の化石とは違うしね。足跡化石に付けられる学名はあくまでもタイプ名みたいなものなのかもしれないわね。っていうかエウブロンテスという足跡化石は、19世紀にアメリカで最初に発見されてから、南極以外の大陸で三畳紀からジュラ紀の地層から、十数種が知られているそうだし。なんてこったい。でもって今回のエウブロンテスなのだけれど、学名の変わっている部分は種小名の方なのよ。この種小名の伸びたい、実は由来はドラえもんのキャラクターである伸びたくんなのよね。なんだって。命名した人の話によれば、命名者はドラえもんのファンだったようで、2020年の映画の、のび太が新種の恐竜に自分の名前をつけるシーンに感銘を受けたらしく、このように命名したとのことよ。なるほど、変わった学名ってそういうことか。そう、改めて言うと今回のテーマは、キャラクターの名前がついた古生物よ。さて、キャラの名前がついた古生物というと、最も有名なのはやはりゴジラサウルスね。確か全長5メートルくらいだけどゴジラって名前ついたやつだったか。本編シーズン1第11回で解説したから基本情報は省くけど、ゴジラサウルスは1997年に、ケネス・カーペンターによって発表された、アメリカニューメキシコ州のクエイ郡の、レベルトクリーク近くにある、クーパーキャニオン層から発見された、全長 5.5 メートルにもなる、大型のコエロフィッシュ類の恐竜だとされた化石よ。めちゃくちゃ回りくどい言い方だな。まあ実際その後の経緯が回りくどいからね、仕方ないね。なんてこったい。さて、なぜにゴジラサウルスなんていう学名がついたのかということなのだけれど、これは命名者であるケネス・カーペンターが、大のゴジラファンだったのよね。まさかのオタクくんさ案件だったのかよ。まあ今回は大体みんなそんな感じね。カーペンターは1949年に東京で生まれた後、1年足らずでアメリカに行き、その後に見た海外版初代ゴジラに強い衝撃を受けたことが、カーペンターが古生物学の道を歩んだ理由なのよね。そしてカーペンターは鎧竜や剣竜を中心に、数多くの恐竜や海生爬虫類、哺乳類の研究を現在まで行ってきたけど、このゴジラサウルスの件はカーペンターのオタクムーブが遺憾なく発揮されたそうね。本当に学名って何でもつけていいんだな。まあジンギスカンっていう学名の恐竜が一時期いたくらいだしね。使われていなければ何つけてもいいようね。っていうか学名にクモンガってついたクモまでいるし。なんてこったい。カーペンターはゴジラサウルスの論文に、ゴジラとは日本の映画に登場する想像上の巨大な怪獣であり、この三畳紀獣脚類の大きさにちなんでこの属名とすると記述したわ。この論文はきちんとした手続きが行われる、正規の科学ジャーナルに発表されたもので、国際協会にもこの学名は公認されていたのよ。まさかゴジラの名前が海外の学会に流れるなんてな。しかも綴りがガッキーラじゃなくてゴジラだしね。これはカーペンター曰く、ゴジラが日本で生まれた日本の怪獣だから、日本語の発音に準拠したとのことのようね。そしたら学名に仮面ライダーってつく恐竜が出てきた場合は綴りがマスクドライダーじゃなくて仮面ライダーになるかもしれないのか。まあそうなるかもしれないわね。でもって全長 5.5 メートルという大きさは、ティラノサウルスとかを知ってる私たちからしたら、ふーん、ってなるような大きさだけども、ゴジラサウルスがいた2億1000万年前の三畳紀後期は、5メートルを超える肉食動物は、ポストスクスのようなワニに近い爬虫類がほとんどだったから、やはりこの時代で5メートルの獣脚類と考えるとかなり特殊ね。当時の肉食恐竜はだいたい1メートルから2メートルくらいのがほとんどで、ゴジラサウルスの仲間であるコエロフィッシュは3メートル前後だからね。
ゴジラサウルスは複数の脊椎、不完全な腰の骨、すねと足の甲の骨といくつかの歯が発見されていて、まあ断片だったけどそれでも三畳紀の恐竜としてはゴジラと名付けられるに足る大きさだったようね。いやそれって単に博士がオタクだっただけじゃ。気にしたらダメです。おう。そんなゴジラサウルスだったけど、2007年に運命の日が訪れてしまうわ。なんとゴジラサウルスの化石は、恐竜の他に別の爬虫類の骨が混ざってしまったキメラだと判明したのよ。なんだって。キメラの内容は、脊椎はワニに近縁なクルロタルシ類の爬虫類、シュゴサウルスのものとされ、腰の骨の一部やすねはコエロフィッシュ類のものだと考えられているわね。複数の動物の骨が混ざった状態のものを、一体の動物として発表するのは不適切なので、ゴジラサウルスの学名は現在は有効なものとは考えられていないわね。せっかくゴジラの名前がついたのにもったいないぜ。ゴジラサウルスの学名が消えた後、残ったものは三畳紀の北米に全長5メートル前後のコエロフィッシュ類がいたという事実のみよ。一応その大きさの恐竜がいたことは事実なんだな。だからカーペンターには次に大型肉食恐竜を命名するときはシンゴジラサウルスと名付けてほしいわね。果たしてカーペンターはシンゴジラ見たんだろうか。さて、実を言うとゴジラサウルスの他にも怪獣の名前がついた古生物が実在するのよ。まさかモスラ？残念違うわ。メカキングギドラ。なぜキングギドラ飛ばした？じゃあ。それも違うわよ。ヒントを言うと東方怪獣じゃないのよ。じゃあオコリンボール。東方じゃないと言われて真っ先にそれが出てくる思考回路が知りたい。答えはズバリガメラよ。ガメラ。なんだめちゃくちゃ楽勝じゃないか。さっき散々メカキングギドラとかオコリンボールとか言ったの誰よ。それじゃあ次はこの古生物よ。シネミス。甲羅の長さ約13センチから20センチ。名前の意味は中国の亀。種名はシネミスレンス、シネミスウェルホエンシス、シネミスガメラ、シネミスチャブエンシス。分類、爬虫綱。先見亜目、新先見科目。シネミス科、生息地域は中国。生息時代はジュラ紀後期から白亜紀前期。約1億5730万年前から1億年前。なかなか自己主張が激しい甲羅だぜ。シネミスという亀自体は、中国の山東省で発見された化石に基づき、1930年にシネミスレンスと最初に発表されたわ。シネミスレンスは、ジュラ紀後期の約1億5730万年前から、ジュラ紀と白亜紀の境目あたりの1億4500万年前の間に生息していたとされているけど、詳しい生息年代は不明なのよ。そして1970年には新疆ウイグル自治区から発見された化石に基づき、シネミスウェルホエンシスが、1993年には内モンゴルから発見された化石に基づき、シネミスガメラが発表されたわ。英語版ウィキペディアの情報を信じるならば2018年にもシネミス、チャブエンシスが発表されているわね。シネミスの主な特徴としては、左右の第7円甲板という甲羅が、左右に張り出す傾向があるのよ。そして今回紹介するのは、主将名がキャラクターの名前になっていて、なおかつ第7円甲板が非常に大きく突き出したシネミスの、ガメラ種よ。改めて見ると目と耳を疑う字面だぜ。シネミスガメラは1986年から1990年にかけて、中国とカナダが中国国内で共同で行った大規模発掘調査、通称 CCDP の最中に、内モンゴル自治区の半減期にある、白亜紀前期の約1億3980万年前から約1億1300万年前の時代の地層から発見され、1993年にロイヤルケレル博物館のロナルド・ブリンクマンらによって発表されたわ。シネミスガメラを見て誰もが最初に注目するのはやはり、翼のように大きく左右に突き出した甲羅のトゲね。ガメラというよりどっちかというと B2 っぽいぜ。さらに甲羅を後ろから見るとまるでジェットノズルのように後ろ足の穴が開いているから、雰囲気としては本当にまるで航空機ね。ちなみに大きいトゲばかり注目されているシネミスガメラなのだけれど、その甲羅にはまだまだ特徴があるのよ。例えばよく知られているカメとは違って、甲羅の背側が大きくせり出して、腹側の甲羅が若干縮体していたり、甲羅の全体的な形状自体も、前は幅がそれなりに広くトゲのあたりでさらに幅が広がり、後ろが極端に幅が狭くなるという、特徴的な六角形をしているのよ。なのでシネミスガメラを甲羅の左右に大きなトゲをつけたミシシッピアカミミガメみたいにした復元もたまに見かけるけど、それはあまり適切ではないのよね。なるほどなるほど。まあこのように全体的に航空機のような見た目の甲羅だったこともあって、このカメが知られるようになってからはさっきマリサも言ったように、ステルス爆撃機ガメというニックネームで呼ばれたりもしていたわね。じゃあ学名がシネミスステルス爆撃機になってたかもしれないのか。いくらなんでもそれはない。とは言い切れないのが怖いところではある。まあいろいろあったけど、ステルス爆撃機のような見た目からロナルド・ブリンクマンが連想したものは航空機ではなく、日本の架空の空飛ぶカメだったようね。なんてこったい。
ちなみにシネミスガメラが発表されたのは平成ガメラが公開される前の1993年だったから、おそらく命名者は昭和ガメラの頃からのファンだったようね。そしてその後本当に航空機みたいな見た目のガメラが出ると、それにしても古生物学者ってなんかオタクの人多いのは気のせいなのぜ。そうね、古生物学者の人は何かしらのオタクであることがままあるわね。っていうか学者の人はオタクを極めた結果学者になったといえばそうだし、例えば獣脚類の分類などについていろいろと功績を残し、なおかつ古生物学会切手の追廃で有名なトーマス・ホルツは、重度のジャパニメーションオタクでもあるのよ。なんてこったい。ホルツは宇宙戦艦ヤマトを子供の頃に見ていこう、ジャパニメーションに傾倒したようで、サイエンスライターの金子雄一氏がカウボーイビバップのキャラクターデザイナーに依頼して、ホルツが好きなキャラのイラスト付きのアートブックを送ったところ熱烈に感謝されたそうよ。話だけ聞いてると日本人みたいに聞こえるけどこの人外国人の学者なんだよな。他にもサムノーブル博物館のカイル・デイビーズは、オクラホマ大学で開催された古脊椎動物学会の後の食事会で、他の参加者に向かって風の谷のナウシカがいかに素晴らしいアニメかを熱弁していたそうよ。もはやただのオフ会じゃねえか。っていうか古脊椎動物学会自体がそこまで堅苦しい学問の場というわけでもないらしいのよ。例えばディーラーズブースには大学や博物館の出版物や研究機材に混ざってプロアマのアーティストによるフィギュアやイラストが売られていたり、会期中に開催されるオークションではオークショニアがダースベイダーのコスプレをしてたりと、参加した人の報告ではコミケやワンフェスみたいなアトモスフィアを感じる場だったそうよ。なんてこったい。ウプ主が潜り込んだとある日本の古脊椎動物学会では、その後あった食事会で現役で古生物学というか地球惑星科学を勉強してる学部生や院生の方、ウプ主みたいに趣味で恐竜をいじくってる人らや恐竜を食用にしてる人らなどと一緒になったんだけど、そこで話した内容の8割は仮面ライダーとガンダムとアイドルマスターだったわよ。なんというか、ものすごく強い既視感に襲われる光景だな。まあいろいろ言ってきたけど、今古生物学に関心のある人の中でアニメか特撮のどちらか、あるいは両方に全く影響を受けていない人の方が珍しいのかもしれないわね。さて、ここまでは日本のアニメや映画のキャラクター由来の学名の古生物ばかりだったけど、当然海外のキャラの名前がついた古生物もいるのよ。それじゃあ次はこの古生物オバ、ズール。全長約6メートル。名前の意味はズール。種名はズールクルリバスタトル。分類、長板類、草潤類、玉竜類、アンキロサウルス科、アンキロサウルス属、生息地域はアメリカ、生息時代は白亜紀後期、約7600万年前。ズールってまさかあのズールか？だからさっき海外のキャラって言ったじゃないの。ズールは2017年に発表されたアンキロサウルス科の鎧竜で、北米産アンキロサウルス科の中では、最も完全度が高い化石が発見されている恐竜の一つよ。ネタバラシをすると、俗名のズールはゴーストバスターズに登場する、門の神ズールにちなんでいるのよね。なるほどなるほど。そして師匠名のクルリバスタトルは、船を破壊するものという意味ね。弁慶泣いてるどころか死んでないかそれ。弁慶の死にどころということね。緩和9代。ズールの化石は2014年、モンタナ州のジュディスリバー層で、テロポーダエクスペディションズという化石発掘業者によって発見されたわ。化石は仰向けにひっくり返っていた状態で、頭と首は体から離れてたけど、それ以外はほぼ関節が繋がった状態で保存されていたわ。その後シャーマンというニックネームがついたこの化石は、鎧竜のエオプロケファルスの新種だと考えられたりと、紆余曲折を経て2016年にカナダのロイヤルオンタリオ博物館に化石が引き取られることが決定。そして戦術の通り2017年に、デビッド・エヴァンスとビクトリア・アルボアによってズールは記載されたわ。余談だけどエヴァンスは俗名を命名する際、ゴーストバスターズの脚本家であるダン・エイクロイドに賛同を求めたそうよ。これはエイクロイドが恐竜好きだったこともあり心よく同意したそうね。なるほどなるほど。さて、ズールはまだ化石にくっついている岩を取り除く作業、クリーニングが終わっていないのか、胴体や腰に関する情報は少ないのよ。最初の論文で主に記載されていた箇所は頭部と尻尾だしね。なので今回は主に頭部と尻尾を中心に解説することにするわね。ズールの持つ鎧は全体的に頂点が大きく尖っていて、アンキロサウルスよりかはどちらかというとスコロサウルスや、アジアのアンキロサウルスかに近い雰囲気だったようね。ズールの頭骨はかなり上下に薄いように見えるけど、これは地中の圧力で潰れてしまっているようね。本来なら前方から中ほどにかけてもう少し盛り上がったような形状だったはずよ。頭骨上面の前半は、主に高さの低く頂点が後方を向いたピラミッド型の鎧に覆われているわね。そして縁には大きく波打った鎧が並び、一番後ろの鎧は角のように大きく後ろに突き出すわ。それとズールの頭骨の画像を見る限り、エオプロケファルスで確認されている、まぶたの鎧らしきものが見えるんだけど、詳細はよくわからないわね。まぶたまで鎧で守ってたのかもしれないのか。そしてズールは尻尾の鎧が凄まじいことになっているのよ。ズールの尻尾の側面には、非常に大きな三角形の鎧がついているのよ。
先端のハンマーに直撃しなくとも、サンドバッグにされた相手は致命傷を負うこと必至ね。なかなか殺意の高い見た目をしているぜ。これなら名前の通り誰のすねでも破壊できそうだぜ。胴体の鎧も、写真を見る限りでは尖った大きい鎧のようね。このようにズールは、名前のインパクトのみならず化石の状態も凄まじいものなのよ。まだ化石の研究やクリーニングが完全に済んでないようなので、今後が楽しみな鎧竜の一体でもあるわね。さて、ここからはなんというかもうキャラクターそのまんまというか、身も蓋もないような学名の古生物を紹介していくわよ。まあズールも名前そのまんまといえばそうだけど、またゴジラサウルスみたいなネーミングなのか。ゴジラサウルスみたいというか、もうゴジラサウルス以上にそのまんまというか。どういうことなの？まさかそのままゴジラとかそんな感じか？そんな感じよ。名前を聞いたら絶対そのまんまじゃねえか。ってなるわよ。そうですか。それじゃあ次はこの古生物よ。ハンソロ。そのまんまじゃねえか。名前の意味はハンソロ。種名はハンソロ。分類、三葉虫類。アグノスタス目。ディプラグノスプスか。生息地域は中国。生息時代はオルドビス期中期。約4億7800万年前から約4億6800万年前。ハンは中国の湖南省の磁体層から発見され、2005年に発表された三葉虫の一種よ。名前の由来は言わずもがな、スターウォーズの登場人物ね。俗名がハンデス証明をソロにしてるのか。それで読みを完全に一致させてるようね。ちなみにハンの記載者であるサミュエル・ターベイはもともと、俗名は漢民族に由来し、史証名はこの種が、ディプラグノスプスか最後の生き残りであることに由来する名前を付けようとしたそうなのよ。そしたら学名の発音がハンソロみたいになり、ターベイの同僚から、もうハンソロ由来ってことにしね。って言われて、ハンソロから名前を取ったとのことよ。本当に学名って使われてなければ何つけてもいいんだな。っていうかハンソロ本人も化石みたいになってたし。そういえば。それじゃあ最後はこの恐竜よ。サノス。全長約 5.5 メートルから 6.5 メートル。名前の意味はサノス。種名はサノスシモナットイ。分類、獣脚類。アベリサウルスか。生息地域はブラジル。生息時代は白亜紀後期。約8600万年前から約8300万年前。最後にとんでもないのが出てきたぜ。サノスは白亜紀後期の南米に生息していたアベリサウルス科の肉食恐竜で、グループの中ではブラキロストラという分類に含まれているわ。有名なのだとカルノタウルスと同じグループね。そしてサノスの学名の由来は、こちらも言わずもがなマーベルコミックのキャラが由来になってるわ。指パッチンで生命体を滅ぼしたりは。しないしない。サノスは2014年に、アントニオ・セルソ・デ・カンポス教授古生物学博物館の調査チームと、セルジオ・ルイス・シモナットによって、サーオ・ホセドリオ・プレトで椎骨の一部が発見されたわ。横文字の暴力すぎるぜ。そしてその後、ファビアーノ・ビドイよりもサノスの椎骨を発見しているわね。なんかもうサノスってだけ聞くとサノスの生い立ち聞いてるみたいだぜ。今話してるのは恐竜の発見発表の経緯なんだからね。そして2018年にイオリラによって、サノスは発表されたわ。史証名のシモナットイはセルジオ・ルイス・シモナットへの件名ね。サノスは断片的な化石しか発見されていないんだけど、それでもいくつか大きな特徴が見られるわ。例えば発見された前方の頸椎は、腹側にあるキールが後方に向かって広く深くなるような形になっているのよ。このようなことからサノスは、アベリサウルス科の中でも意外と派生的だったんじゃないかと言われているわね。ちなみにサノスが生息していたとされる地域からは、メガラプトル類らしき大型獣脚類が確認されているわ。メガラプトル類にはフクイラプトルなどが分類されているわね。このようなことからサノスは、当時の生息地では頂点捕食者ではなかったのではないかとも言われているのよね。ということで米返しだよ。最初の米どうぞ。福井で魚竜の展覧会やってるよ。これ行きたかったんだけどスケジュール的にもう行けそうにないんだよね。図録を買うだけになりそうだよ。はい次の米どうぞ。ウプ主はワンピースの動物系悪魔の実、古代種、って好きなのある？ウプ主はワンピース知らないよ。まあたまにネタにしてたことはあったけど、それはたまたまそのコマだけ知ってたからだよ。っていうかこの動画で使っているネタの4割以上はそのネタだけ知ってて、元ネタがよくわかってないのばっかりだよ。いわゆるツイッターで流れてくる絵で存在は知ってるけど何の作品に出てどんな人なのかは知らないキャラクターみたいなもんだよ。余談だけどかつてはファッションオタクな人が見てる作品にありがちなイメージがあったワンピースだけどさ、今ワンピース見てる人って相当コアなオタクだと思うのはウプ主だけかな。はい次の米どうぞ。今年の博物フェス出ます？今このコメントに返信してるのは12月だけど、今年は元から出る気なかったよ。まあ前回出た時はなかなか楽しかったし、また出る時は告知するよ。そしてみんなが気になってる薄い本の情報なんだけどもさ、これはウプ主のリアル生活がかつてないほど忙しくなってて作るのに手が回らなくなった結果、年内の完成ができなくなってしまったよ。
その辺についてはごめんね。まあ原稿は完成してるし、あとはイラスト作って編集するだけなんだけどもね。だから販売はなるべくアーリー2022にしようと思うよ。なのでもうちょっと待ってほしいよ。そんなわけで続きは次回だよ。よかったらまた見てね。それじゃあ、バイバイ。あとメリークリスマス。